はい、お疲れ様です。ワイスファクトリーのアントライドの動画になっております。今日もね、しょうもない飲みの動画を付き合いいただいておりますけども、日々クレーム対応の難しさっていうものを痛感しておりましてですね、なんていうか、何かあった時にこうクレームの対応以下によっては雨降って地固まるじゃないですけどね、お店のファンを増やすチャンスではないかみたいに前向きに捉えてこう、まずね、何かこうお客様が納得いかないようなこと、あれば、ご迷惑をおかけいたしますね、お詫びから入ってみたいなことでって、僕もお客さん商売長いもんでね、自分なりの流儀みたいなのがあって、対応に関してはただ慣れるもんじゃないですよね。自分では一生懸命やってるつもりですけど、別にこういい仕事できたなーなんて思ってたってね、お褒めのお言葉をいただくなんてことは皆無ですしね、何かこうわずかなミスが起こってしまった時にこう、怒られることばっかりもうね、それはしょうがないですけどね、以前もね、えらいクレームありまして、本当に、オートバイ、新車で売ったばかりのオートバイがね、2、3日後に急に動かなくなって、もうこういうことが嫌だから、知ってる知り合いの紹介でこちらで買ったのになんてね、えらいマダムに怒られましてね、駆けつけてみたらガス欠だったという、こういうのも大概ですよ。クレーム入れる時もあまり感情的にならず落ち着いてとかね、僕らは別にユーザーさんの敵ではありませんので、なんだったらそういったところでね、どういう対応のその遺憾によっては、お店のファンになっていただけるとかって言ったらね、ひいてはこう僕なんか末端でやってて、鈴木の契約店でやってますけど、鈴木のファンをいかに増やすかみたいなところね、この末端の販売店ではございますけど、そのなんていうか、鈴木のファンを作っていくことがね、僕の、未来につながっていくんだろうというようなことでね、やっぱり鈴木のバイクに何かトラブルがあれば、もうね、自分ごとのように、いや申し訳ありませんでしたと、新車でお出ししたものなんかも何かね不具合があれば、それはもう鈴木治になり代わりまして、私の方からお詫び申し上げますみたいな勝手に鈴木代表を名乗るという、なんていうか、だから僕自身も鈴木のファンなので、またのね販売店ではありますけど、やっぱり鈴木の営業の方なんかが一生懸命面倒見てくれる、あとはもう僕なんかも10代の頃から知ってるような、もう仙人みたいな人が鈴木のサービスセンターにいて、いろいろ教えてくれて、今でも何かあれば相談させていただくんですけど、なんていうかこう鈴木の社風なんかもあって、僕自身が鈴木のファンであるということがあるので、鈴木のバイク、僕はバイクは全般は好きですけどね、ビジネスで行けば鈴木ファンみたいな、そういうのもあって、鈴木を応援していくみたいなことあるので、この末端の販売店で鈴木の契約店をやりながらも、鈴木のファンを増やすためにね、お客様への対応っていうのはもうその窓口となってというふうに気をつけてはいるつもりなんですけどね、もちろん全てのお客さんにご納得ご満足いただけてるかっていうと、ちょっとね、頑張ってるつもりではいるんですけど、難しいですよね。100人お客さんいると100通りのクレーム対応みたいなものがあるんでしょうからね、なんていうかね、話全然違うんですけど、うちの炊飯器壊れましたね何の話やねんって言うんですけど、もうここまではプロローグです。ちょっと話前にさかのぼるんですけど、かみさんが新調した炊飯器が壊れましてね、これ誰しもが知るナショナルブランドの、家電といえばねみたいな、そういった名の通ったところのブランドの炊飯器、それがね1年ちょっとぐらいで壊れちゃったっていうんですよね。もちろん保証とかね、新品で買ってればっていうのはあるんですけど、1年保証ついてたものが1年ちょっと過ぎちゃってたんでっていうことで、
まあしょうがないって、こんなこともあるかっていうことで買い替えを検討してたところ、義理の姉が誕生日プレゼントで、同じブランドの同じ炊飯器、まあ 値段もお手頃で、あの非常に使い勝手が良かったっていうことで、それをあのこう義理の姉がね誕生日プレゼントで買ってくれたっていうんですよ。そのなんていうんですかね、誕生日プレゼントが炊飯器っていうのがまたお母さんっていう感じでね、僕はほっこりしていい話やなと思いますけど、その炊飯器がね同じブランドの、同じ機種らしいんですよ。でそれが、誕生日プレゼントで、購入していただいて家に来て、それがねつい最近の話ですよ、1年ちょっとぐらい経って壊れちゃったっていうんですよ。まあさすがにあのうちのかみさんも、まあ大間の方ではないですけど、まあどちらかといえば着火点低い方ですけどね、あのさすがに怒りましてですね、なぜだとこの有名ブランドの、このモデル、2回買って2年持たんのかと、2個ともそんなことあるみたいなんで、まあ、今回もうまた1年ちょっと過ぎてたらしいんですけど、保証期間は過ぎてましたが、とにかくちょっと一言お客様相談センターに勝ち込みかけないと気が済まんと、別にあのそれが保証でなんとかなるかどうかなんか期待せん、とにかく一言言ってやらないと気が済まないということで、お客様相談センターに電話したらしいんですね。だからやっぱ女性の担当の方が、出たというんですよ。それでカクカクしかじか、まあかみさんとしてはね、まあ、至って冷静な感じでお話ししたらしいんですよ。うちのかみさんなんかもう本当にもうぶち切れちゃうと、もう本当ね、まともな話にならないんですけど、まあ、そこはあの僕その電話のやり取り聞いてたわけじゃないですけど、こんな感じで話してたんだよねっていう、その話聞く限りは冷静な対応だったと思います、まあ、そもそもその保証を期待してなかったらしい。たまにいるじゃないですか、もう話にならない人、もうとにかく新品に変えさせないと気が済まないとか、なんかね、たまにあのバイクのクレームの話なんかでも、もう新車に変えさせてやったぜシャキーンみたいなね、あのそういうむちゃちょっとそこもむっちゃかな、まあ、内容にもよると思うんですが、まあ、今回のことでいけばちょっと冷静に話したらしいんですよ。でどんな対応になるのかなと言ったら、やっぱりあのそんなことあるんですかみたいなことを言われたらしいんですよね。女性からしたらなんかこうその対応している担当の方からすると、なんかまあやっぱりね、こうそんなことありますかね、使い勝手がどうだったんでしょうかとか、いろいろと聞き取りがあったらしいんですけど、まあ神さんからするとこっちのね事実をちょっとちゃんとお話しすると、まあ、向こうの方はそれをね全く鵜呑みにするわけにもいかないでしょう。非常にあのちょっとかみさんも気分の悪い対応だったとは言うんですけど、それはしょうがないじゃないかと、あのむちゃくちゃな使い方した人がね、あのむちゃくちゃなクレームを入れてくることだってあって、その相談センタークレーム係っていうのはもう毎日何百件何千件ってね、そんな電話ばっかり受けてると、もうまともに取り合うことももうないっしょと、そこはまずワンクッションしょうがないと思うよっていう話をしたんですけどね、まあそうだわなと、かみさんの方も。でところがその対応、そこの対応がどうなったかっていうと、その壊れちゃったものを送ってくださいと。で、まあ、炊飯器なくなっちゃうんで、ちょっとびっくりしたんですけどね、数日後、なんか貸し出し用ってこう張り紙の貼られた炊飯器が家にありましてね、袋に入ったまんま、ああっつって、あそっか、修理に、まあ修理というかね、まあクレーム、まあかみさん的にはちょっとこう義理姉に買ってもらったものなんで修理も辞さないぐらいの感じで出したらしいんですよ、そこにお金がかかっても。まあお客様相談センターの方も、まあ実際に本当にトラブルがあればちょっと保証期間過ぎてますけど、まあそこは修理代かかるかかかんないか、修理代がかかるようでしたらお電話もう一回差し上げますけどみたいな対応だったらしいんですよね。でその貸し出し用の炊飯器でご飯炊くのかと思ったら使わないわけですよ、かみさん。ああつって義理母から借りてきているあの低糖質を炊くご飯で普通にご飯炊いて、僕はあんまりあれで炊かれると美味しくないなと思ってたんですけど、まあそれはどうでもいいんですけど、そのあの借りてきた、貸し出し用の炊飯器を使わないで袋に入ったまんま
まあ、かみさんからするとそのね、なんか借りてきた炊飯器でご飯炊くの気持ち悪いみたいな、そういう気持ちもすごくわかるんですよ。で、多分あのそれ使わなかったのかみさん的にはまた返すとき洗って返さなきゃいけないのがめんどくせえとかね、そんなことだと思うんですけど、まあねえ、それまあめんどくさいはめんどくさいじゃないですか。まあなんですけど、それであの電話がある日かかってくるんですよ。それはね、その送り返した炊飯器の修理をしてたおじさんから、まあ、修理部門の方からね電話があったらしくて、でやっぱりあのこう初期不良があったということだったんですよ。まあ、やっぱかみさんがその壊れる前からちょっと炊きムラがあったりとか、ちょっと調子悪かったのが、まあ良かったり悪かったりがあったのがあって、で保証期間過ぎちゃってっていうのもあったんで、まあやっぱそうだったのかってことになるんですよね。でその修理のおじさんすごく対応が良かったらしくて、でまたあの、修理終わったものを送り返してくれるということ で、 でそれとは入れ違いにね、貸し出し用の炊飯器お返ししてみたいなことが、結局はね、保証期間若干過ぎてましたけど、無償の修理クレーム対応ということになったんですよね。ああよかったねっつってかみさんと話してたんですけど、そしたら今日ね、朝宅急便の方が来て、修理の終わった炊飯器を持ってきてくれました。いやよかったねって言って、でそこで借りてた炊飯器ね持ってってもらって送り返して一件落着ということあったんですけど、ただかみさんがちょっと浮かぬ顔してるわけですよ。うん、なんでよ一件落着よかったじゃないのって言ったら、かみさんが言うわけですよね。おじさん、修理してくれたおじさんの対応は非常に良かったんだけど、そのお客様相談センターでね、対応してくれた女性って一本電話入れてこないもんかねって言うんですよ。そうね、俺がそのお客様相談センターの女性であれば、この度誠にご迷惑をおかけいたしました、ね、修理の方からもお話が言ってると思いますけど、今回初期不良があったのでこういう対応させていただきますみたいなやり取りがね、まあ、僕がちょっとあってしかるべきだとは思いますよ。もうお客さん商売も僕も長くて、その対応に関しては多分メーカーのね、その、まあ、雨降って実家が溜まるというね、さっきの話じゃないんですけど、まあ、やっぱりそういったことも踏まえてこう対応次第によってはやっぱりそのブランド、あ、やっぱり頼れるよね、安心してまた任せられるよね、次買う時もここのブランドだよねっていう時に、そのなんだろう、クレーム対応を最初にする窓口のね対応いかんによってはっていうところあると思うんですよね、やっぱりね。まあなんつうか、そのまあね、毎日本当もうしょうもないクレームいっぱいあると、まあうちのクレームがしょうもないかどうかはちょっと話を置いといて、なんかねうんざりしちゃって、なんかマニュアル通りの、本当ですか、あ、そうですか、じゃあちょっと修理の方が、みたいな、こうマニュアル通りみたいなことになっちゃうの分かるんですけどね、なんとなくね忙しいのも分かるんだけど、結局ね修理の方で、見れば、あ、そのお買い上げいただいた時から何か不良があったんだっていうことであれば、その受け付けた子からもね何か一本電話が欲しかったっていうかみさんの話を、僕はもうあ、そうだよねって、俺もそう思うっていう話をしたんですよ。この件に関してはもう世界の人類を全て敵に回してもかみさんの味方になってあげたいなと思うんですけど、お仲間さんはいかがですかね。どうなんだろう。いやね、なんとなくこう人の道みたいなもの、結局そのクレームの話とかもそうだし、こう雨降って地固まるとか、こうまた応援してもらうためにねするっていう、こうまあ言ったら人付き合いの話じゃないですか。別に僕もねそんなにギャーギャーと、自分だってそんなできてるかっていうのはあるんで、そんな文句言うつもりもないんですけど、もう人としてね、人の道としてどうなんだろうなっていう、ただ今回は神さんの味方してあげたいなというのがありますね。神さんもなんかどうなんだろう、私間違ったことは言ってないと思うんだけど、ちょっと器小さい
って言ってきたんで、いやそんなことないよと、うん、まあケツの穴は小さいかもしれないけど器は別に小さく、まあ、別に普通じゃないっていうね、うん、いう話をしたんですけどね。だからまあわかんないですけどわかんないですけどね、あのうちもこの夫婦が言ってることが非常に器が小さくてケツの穴が小さかったとしても、まあ、僕は神さんを今回は支持していこうかなという感じなんですけど、まあ、女川さん何かあればコメント欄の方ね、この夫婦どうだったのかということでコメントいただければ幸いです。まあ炊飯ジャーが壊れた話でしたお疲れ様でした。